そんじゃ、大畑から野源温泉のところを経由して、恐山の外輪山のてっぺんまで来ました。この途中の峠道はすごくいいとこだったんですけどね、木が、木陰が綺麗で、日陰が多くて、そんな暑くなくて、ちょっとめんどくさくて、あとどうしても録画してると、はあはあ抑えなきゃいけないんで、苦しいんで、録画せずに登ってきてしまいました。これから恐山の方に、恐山の、あれ何湖っていうんだったっけ、まあ霊場の方に下ります。で、下ったとこで放送を再開しようと思ってます。ああ、汗で濡れたジャージがヒヤヒヤする。ここに登ってくる道はそんなに勾配もきつくなくて、かなり登りやすい道でした。だから自転車で登る峠としてはかなりグレード高いと思うんですけど、なぜか自転車一人も見なかったですね。今日平日であるとしても、こんだけいい道だったら一人ぐらいいてもいいのにな。まあ大畑まで行くのが大変かな。大畑か大畑か。霊場には15時目標だったけど全然間に合ってないな。あとはむつ市のちょい先の B&B の宿がなんか18時から夕食ツアーに出るとか言ってたんで、それに間に合わせたいとこですけど、間に合うかどうかギリギリです。まあいいか。あだだだだだ、瞬間的にこうやって筋肉使うと、ももの膝の上のあたりがの筋肉がカーッて痛くなる。キュート。見えてるのかな、あれ、湖が。ああ、見えてる、見えてる。北海道の然別湖とか、あの辺りが見えてくる感じに似てる。また北海道、悲哀出したけど。自分の記憶で言うと、峠越えて湖が見えてくると、北海道の然別湖の辺りに似てる。湖見下ろす場所がないな。
なあ、せっかくさっきちらっと湖のぜ、上、だいぶ上から見下ろす景色があったのに、どっからも見えないな。どんどん下ってしまう。おう、ずいぶん行き過ぎたな、今。こんにちは。下北半島の、観光マップだと左下の脇の沢の辺りが世界の北限の猿の生息地って書いてあるんですけどね、結構こっちのにもいるな。で、今回猿はいっぱい見てるんですけど、カモシカ見てない。今まで後ろ姿をちらっと見たことしかないから、ちゃんと見たいです。まだあるな。あれ、ずっと下りじゃないのか。うわ、3時40分になる。着くの4時か。
なんかこの道は景色綺麗だな。おお、でかい。そう、今日なんか登ってくるときもこんな感じの木漏れ日がずっと続いてる感じの道が多かったです。今はすごい荷物だったな。今直前でこっちが手を挙げたらさっと返してくれました。うわ、硫黄の匂いだ。まだ捨てる。ちらっと見えたけど、写真はあれじゃな。綺麗な山。やっと恐山着いた。時間かかったな。今日は採石場かなんかな。出ていく方にしか看板がない。看板じゃない、恐山バスか。硫黄の匂いがすごいな。この辺りの川全部黄色い。すごいな、これな。魚とか絶対住めないな。すごいな、これ。硫黄臭いと思ったらそりゃ臭いな、こりゃ。あれ、まだついてないのか、それさ。もうちょいか。しかし、この川がこんなに硫黄でたっぷりっていうのは、湖の方は別にそんな魚が住めるような湖じゃないのかな。
すごい匂い。本当にこの水は湖から来てんのか。ってことは湖は一体どんなことに。うわー、ここも硫黄の水だ。すごい色してるな。あ、でもさっきのとこほど硫黄っぽくないな。あれ、いや、ここ普通の水か、もしかして。もうちょっと黄色っぽいよな、石が。よいしょ。じゃあとりあえずここで配信やりますか。こういうのがなんか恐れたのイメージだな。三途とか清水川。さて、じゃあ、音を PC の方にするので本体マイクの音質になります。45分か。時間厳しい。どうだけど。で、セットして、どうからだ。
りあえずは、とりあえずは、あ、よし。じゃあ、あ、よし。じゃあ、録音スタートして。して改めてもう一度事故を伺わせといて、見えるかな、15時49分、19、20、21、22、23、どう、で枠取り、表示遅い、タイトルから大間崎を抜いて、で、よし。おお、はいはい、電波 OK、 コピー、つながれつながれ、あれ FM エリが落ちた、どうなってんだ、 F、 あ、 FM、 MLE、 クラッシュ、もう一度、あれ？ああ、いきなりプライマリーサーバーエラーか。あれ？音は？あれ？あれ言ってない。これどういう状態なんだろう。ちょっともう一度再接続。早く。あれ音小さいな。こんなもんか。いきなり FM エリーが失敗しました。あ、サンズとか知ってます？結構読めるかな。
あ、これ太鼓橋って言うんですか。あ、この橋見てます。そう、手を入れただけです。めんどくさかったんで。こんにちは。角度大丈夫かな。よっと。あ、オートフォーカスかかってる。光の具合が。あ、読み上げは今ヘッドセットなんで皆さんに聞こえないです。今までスピーカー使った時にやむなくなってただけで。ここは恐れ山です。登り切りました。予想より時間かかりました。お気づきだろう。これ何が回ってるか分かりますかね。そう、恐れ山といったらこれですよね。風車。あとお地蔵さんみたいなの顔が意外と可愛い。そう、ここ恐れ山です。いたこさんは今いないと思います。風車、母子です。よっと。あ、そうですね。脱エバとケンネオ、おじいさんの方にみたいな顔してますね。てか鬼か。よっと。いや、ちょっと。というわけで、恐れ山は一体どこ見てくればいいんですかね。ちょっと宿の方の予定があるんで、あんまりゆっくりしてられないんですよ。あとですね、あ、広い湯船、温泉はちょっと入ってる時間ないですけど、で、これ、湖から流れ出す、宿決めました、B&B、ムーっていうところ、中入らないと、で、そう、これ、三途川って書いて、で、三途川、かっこ小豆川なんですけど、チェックインは特にないんですけど、18時から夕食ツアーに行くって言ってたんで、それに間に合わせたいんですよ。間に合わなくてもいいんですけどね。あ、飛びます。ここってなんか湖自体がなんか硫黄成分入ってるんですかね。ここから流れ出す川は途中からですね、河原が真っ黄色ですごい硫黄臭がしてるんですよ。三途の川でいいんですかね。500円、そうなんですか。まあ払いますけど。それぞれ15時予定のつもりだったんですけどね。あ、そう、3900円、朝食付き。で、男女別相部屋ですね。まあ、ユースみたいなもんかな。サンポール。硫黄の匂いがすごいな。あ、やっぱりこれ。湖自体がこれ硫黄。あ、なんか下から湧いてますよ、これ。そこら中なんか下から湧いてるような。そう、これ。これ湖全体がこの硫黄で魚が住めない湖なんですかね。あ、カルデラでまだなんていうか、その硫黄というか硫黄性みたいなのが湧き出してんのか。ここがなんか恐れ山のビューポイントみたいですね。サバコ、サダコ温泉、なんか湖自体が温泉の匂いがしてます。温泉というか、まあ硫黄の匂いが。恐れ山境内、恐れ山に来ました。人は、民家はなさそうですけどね。あの湯連合、あ、今ここは消えたままかも。 iPhone ももうそろそろ電池切れるんですよね。霊場アイス、怖そうに。あ、1人500円、本当だ、入山料。入山料ってどこまで入れるんですかね。あ、あっちか。え、どこからどう行くんですかね、これ。全部。ちょっとあんまり観光に時間かかるようだったらまずいな。恐れ山自体はそんなに超興味あるわけではないので。あ、どうでしょうの時は確かもう閉山しましたじゃないんでしたっけ。冬で。閉山してます。ジ・エンド、それっぽく。30分か、結構あるな。ビデオ撮りながら入っていいですかって聞いてみよう。
ちょっと下向けときますね。止める場所の話です。ちょっと向こうの方の影がいいと。あ、これ通路なんだ。来ました。映すと映る。よいしょ。頭にカメラついてんの。よしよし、砂利道。恐れ、霊場恐れずの食事所、普通の食事所ですね。KK ハウスの壁越しにしとこう。やった、カメラ人間。じゃあちょっと応答できなくなります。あ、本当に霊場、霊場って本当に言ってる。すごいな。すみません、これあのビデオ撮りながら走ってるんですけど、これ中はこのまま入っても大丈夫ですかね。うんうん、あ、大丈夫ですか。あのビデオ撮りたいんですけど、ただ本堂の中とかね、先の中の方は、あ、わかりました。はい、外観です。はい、はい、ありがとうございました。というわけで、OK いただきました。あ、今ここちょっとチェックしますね。ん、ふざけてる。あ、恐れ山盛りですか。あれ、恐れ山盛りかな。16時、もう16時か。ここから150メートルの峠越えて陸奥市に降りなきゃいけないんですけど、18時も間に合わないな。夕食は別に取るか。夕食のためにそこまで全てを犠牲にすることもないな。それかまあ夕食どこに行ってますかって場所だけ聞いて自転車でそっちに合流する手もあるし。水子、いや、夕食を一緒に行くのは諦めただけです。ああ、境内の中、建物の中は NG って言われたんですよね。500円、せっかく500円。恐れ山、こんなとこなのか。私、恐れ山ってあのサイクルやろうっていう漫画に出てきた、あたり一面岩山で、で、いた子がヒヒヒとか言ってる場面しか見てないんで、そのイメージ以外の情報何にも知らなかったんですよ。あなたの身に不幸が見えるとかいた子が言ってる。そう、めっこさ見えなくても、自分も。霊が教えてくれるさねとか言ってる。どうだろう、建物の中っていうと、この門の先とかは別に問題ないですよね。うん、今だらけあの左手のあっちの方だと思います。でもあっち入れないのかな、ひひ。自分がここに来るとは。死者の霊、あー、怖いところ、タココラ。怖くない。変路、霊場恐れ山って、あれあれエンボスなのかな、それともそういう風に色が塗ってあるのかな。西の河原っていうのは、石は崩したら大変なんじゃないですか。石、あ、あれか、あそこね。恐れ山は恐れる山です。あそこか、あっちの方ですね。あの西の河原っていうのはあっちの方かな。あと男や女って書いてある、あれか、冷や抜きの湯、古だきの湯、あれね。
しかしすごいですね、この建物っていうか、あれ廊下塀かな。そんでは、そうそう、いや、婚約じゃなくて男女って書いてありましたよ。なんか中国っぽいですよね。婚約残念。あれ廊下ですかね、壁なのか廊下なのか。でもなんか向こうにも壁が見えるから廊下じゃないのかな。温泉にもこれ FM エリーでできないかな。本当にもう一回やってみますね。なんかもったいない。もうそれさんに来ることはさすがに二度はないだろうな。そう、ヘルメットかぶって歩いてます。 FM エリー試します。ちょっと待ちよう。コマチック、ちょっと待ちよう。1670、よし、どうだ。未来の嫁とも来ないと思うな。あ、繋がった。 OK OK 繋がった。よし、じゃあこれもあんまり中が見えたりはしないような。大丈夫だよな。地蔵殿、こっちか。観光地ですね。しかし立派だ。あ、でもなんすか、あのあれは向こうの山の上に見えるあの白い四角いやつは何だろう。ちょっとデジカメでズームで。アイポネゴじゃないです。なんだこれ、レーダーかなんかかな。平安京上にあれ、あの多分レーダーですよね。確かこの近く山の上、むつ市に降りる道として、自衛隊専用道路って書いてある道があったんで、霊界テレパシーってなんだっけ。こっちが純度でいいのかな。クスバントレーダー、ソリザン、こんなところです。ご参拝は順路にしても、参拝してなくてもいいのかな。温泉はちょっと入ってる時間ないな。標高は今ですね、どんぐらいかな、200ぐらいかな。天気良くて本当ですね。でもできれば五能線沿いの方も天気良かった方が良かったな。そうそう、このイメージ、このイメージ。両親亡くなってねえし。いや、涼しいってほどじゃないですね。ここですね、外輪山500メートルとか超えて200メートル台のはずです。そうそう、こんな感じ。あ、よく見たらこの風車って大小セットなんですね。泣いてますね。このいや、それは食わないんじゃないかな。でそこら辺中硫黄の蒸気みたいなのが、できたという感じ。あ、これ頭がないですよね。あ、弘前は今回通らなかったんですよ。GoPro そうかもしれない。どうでしょう、じゃあったもんな。太子堂、ちょっとこれは遠目に見るだけしとこう。そっくりと何か感じる、暑い。風車いるんじゃないですかね。いや、温泉ちょっと今日は入らないです。順路あんまりヘアアップするつもりです。ただ撮ってない日もありますけどね。なんか
積んでありますね。フィルムじゃないと映らないってことですか。そう、山っぽく思ったとこじゃないな。なくなる、建物なくなるって。泊まりはむつ市のちょっと東側のあの B&B の宿のムーってとこです。 MUU 永代無縁碑。無縁ってことはあのあれですよね、身元不明の亡くなった方の、基本的に加工なので、ラムーのボーカリスト、こっちでいいのかな、無縁仏ですよね。分からずつながりで、雑誌の無はどういう綴りだったっけ。道端いろんなほとんど全部積んでありますね、石が。こっちが行ってしまっていいのかな、ちょっと戻るの時間かかりそうですね。あとこの揺れ耐えられますか。歩きの時の揺れって結構来ると思うんですけど、硫黄の匂いがすごい。お風呂白黒、あ、高田さん十和田湖の近くですね。プルンプルン、何ならしてもバレないとは思うな。10分か、それなんです。電波ありますね。バキュームカーのあの匂いとはだいぶ違いますよ。飯に間に合わない、今からだと多分間に合わない。結構急ですよ横浜。ちょっと行けるかどうか、雨が降り始めたら分かんないです。横浜の道の駅まで行きたかったんですけどね。ここでパスタ、そう、卵の腐った匂い。うわぁ、862年、1000年以上か。湯気出てますよ。硫化水とあまり大丈夫じゃないと思います。場所によっては本当にやばいと思いますよ。 2,3 人温泉卵はとりあえず、あの恐れ山盛りのアイスはどうしようかな、一つ食べるかな。一応話のネタに、もうそれ残盛りってどんなんだよ、定番ですか、どうかな。アイスクリーンとかああいう系統のやつかな、それとも普通のアイスかな。あ、よもぎ味。お、なんとか様到着ですって今アナウンスが流れた。ピンポンパンポンって言って、なんとか様到着です。お、今来た人、閉山式いつだっけ、風邪ひいていこう、行くか。異様な味しないと思うな、したら困るな。やれることは。サイの河原、ここから先はサイの河原。うわぁ、水国用納札所。水国用ご本尊、
妖怪、妖怪は違うと思うな。演技でもいいから、わあ怖い、うわあ、周囲から全部からこの風車の音が聞こえるのはすごいな。宿泊施設は確か1万2000円って話でした、宿坊。食リとスキラ言ってるんでガチガチ言ってます。危険ですか。ん、剪定家、あのキルキルっていうのはなんかやっぱ雰囲気出ますね。完全な人工物の音だけど、そのプラスチックなセルロイド的な。セルロイドって今ないんでしたっけ、燃えやすいから。ああ確かにサイの瓦って感じだ。サイの瓦感が声に、あ、なんかデラックスな風車もありますね。ラメ入りのやつ、虹色の。どうした？ん？お、高そり山湖、あれなんて読むんですかね、なんて読むんですかね、でしかねってなんだ。そう、デラックスラメ風車、カップルイチャイチャ。恐れ山心と見ゆる湖を固める峰もレンザなり、レンガなりけり、レンガ希望の鐘、これもやっぱ水子関係なんですかね。ウソリ山、うーん、希望の鐘って書いてありますね。希望の鐘と鎮魂の壁、壁じゃない鐘。うーん、恐れ山カップルで、まあ、水子供養って意味だったらありうるのかな。うーん、霊気、そうですね、結構で、2人とも男性です。今日の壁、泳ごうって、早く泳ぐか、あんたが泳げ、やった。 あそこになんか一人で黄昏れてる感じの人がいるな。湖畔っていうのか、あれば湖畔が砂場になってて、そこにもなんか小さい山があちこちありますね。うん、え、酸性で、あれで魚いるんですか。どんな強靭な魚なんですか。それは失礼だな。黄昏れてるって言い方あれかな。なんかじーっとしゃがんで湖見てる人がいますね。ちょっと待って、ちょんまげ、ワニの頭、あ、これ湖の方に入ってる方だ、流れ込んでる方だ。この色で流れ込まれちゃそりゃ黄色っていうかオレンジ、ゴッホの存在感。ほら、この辺りの岩も、岩というか石も全部黄色い。向こうは白いのにこっちは黄色い。自転車、こんなとこで盗むような人は即死するから大丈夫。即死して自転車はそこに残るから大丈夫。あ、次は取りますか。今本体のバッテリーだけで動かしてるんで、もう2枠ぐらいはいけるかな、バッテリー。ただ電波この後あるかどうか分かりません。うん、ようで、お、これ何の、あちこち臭いですね。これ何で結んであるんですかね。これはどういう、これは買えないと思います、土地は霊場だから。何で結んであるんですかね、草の。
怪しいのに関しては、まあ白いな、この辺りの砂トラップか、引っかかるように砂サラ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 というかですね、粒がでかい。うん、砂、あ、ボーイスカウト、本当にそういうのあるかな。ん、宿坊止まらない。うわー、全部結んである。それかぞ、砂が一個一個の粒が綺麗、白くて透明で粒でかい。なぜ止まらないんだ、なぜと言われても1万2000円持ってないからだよ。いや持ってるけど、はあ、マムシ注意って書いてありますね。縁結び一個一個はなんかガラスみたいにキラキラしてます。マイン、ああ、あーしまった、 GPS 持ってくの忘れた、しまった、ここ歩いたログが残らなかった、残念、悔しい。 GPS ログを持ってくの忘れました。あ、そう、そろそろ次枠ですね、次枠取ります、忘れた。今こうのって記録できるんでしたっけ。テンション下がります。あ、お疲れ様です。見た、足りないくぐり、何やってんだよ、まったくだ、辻村くん、違うな、藤村くんの言い方難しいな。藤村くん、写真、30分も歩きましたかね、お疲れ様です。なかったことしない。さて次はかな、うわ、いよいよ匂いがまたここ強いな、はあ、金掘り地獄。バッテリーは69%、やっぱり残り2枠だな。喉乾いた、アイスクオー、重罪地獄、こちらも展望台、ちょっとこちら時間かかるかな。まあいいや、こっちが行ってしまうか、道屋地獄、ひらがなで道屋地獄って、あそこ今まだ行ってないんだった。FM エリー起動しないと、コピーペーストと、コピーペースト、スタート、よし、いらっしゃいませ、つながった、あちこちなんか、あの向こうの、ね、ひらがなの道屋地獄って書いてあったり、あと、ごち山展望台っていうのがあるんですけど、ちょっと距離ありそうなんで、こっちはスルーしときます。ごち山展望台。いや、近いのか？この展望台までどのくらいあるんですかね。あまり時間かかるようだったらスルーしたいが。あの、道がどれだかわかんないんですよ、ここ。恐れさんの。ごち山さん。広いですね。地獄少女はよく知らない。
よっと。うわーっと危ない。危ね。あ、割と近そうだな。放送禁止。建物の中はダメって言われたんですけどね。屋外は特に言われてないです。のーしん、け、げ、か。あ、多分の人いらっしゃいませ。あ、暗くなりますね。お、来た来た。おお。いや、心霊スポットとは違うんじゃないですか、ここは。おお。防犯上、いや、なんでしょうね。ご神体とかあるからじゃないのかな。おお。観光バス、あ、いますね。で、マイカーも結構いる。一区。湖屋とか行ったら殴られますね。あ、台無しです。あー、デジカメのバッテリーが切れる。そう、今パノラマ用に。硫黄の匂い、まだ匂いのってなんだ。だんだん麻痺してきたかな。そんなに匂い強くないです。ゴチ如来、ゴチ如来。ん？今日ボロボロ。何が？うん。写真は今日かなり撮ってますね。GoPro にゆっくり一回転。なぜあなたは GoPro の視点で。といっても人間がぐるっと回ったって、あの専用台使ったみたいな回転には全然ならないんですよ。半年後なのに。ゆっくり。以上。三大霊山、あと二つ何なんですかね。高野山か、もう一つか。綺麗ですね。白い、白い、なんか、つくまの気がついたら回転してたっていう。紅葉まだですね。風呂入ろうって言ってるのに嫌だと言ってるんだ。入るか。今からまだ峠越えなきゃいけないんですよ。標高差150メートルの峠。どうですか？ 5 万円ですか？ 5 万円ですか？回転放射能そうですか？ふぅ。PC 閉じて。あ、比叡山か。比叡山ってどこにあるんでしたっけ？ん？今日何撮ってるの？あ、宿撮ってます。B&B のムーっていうところ、MUU。むつ市からちょっと東の方に行ったあそこは何町なのかな。20歳。あ、比叡山、京都。高野山は行ったことあるんですよね。比叡山まだない。滋賀県と、琵琶湖の近くかな。うん、滋賀県。なるほど。京都あります。あの通過しただけですけどね、ほとんど。あの有名な川沿いを走ったことあります。で、そこで初の SPD シューズをなぜか自転車さんで買って、それはちょっとあまり合わなかったから使わなかったんですけどね。その後は赤川駅、赤い屋根、どれですかね。あれか。いや、あれは境内というか、なんかあのお堂じゃないんですかね。道が分かりづらいというか、どれが道なんだこれ。恐れ山、あの結構イメージと近いところ多かったですね。ほとんど砂利道です、ここは。もう今は時間は4時半か。そう、イタコさんがヒーヒーとか言ってる盲目のイタコさんのイメージが漫画に出てきたから、石を積んで、よっと。
とりあえずエントロピーを少し、あれ減らすんだっけ増やすんだっけ、うん、ちょっと温泉には今日入らずに、あの宿に急ぎたいと思います。戻ってきた、意外と長かった。そう、エントロピーの、ん、お母ちゃんの言うことっていうのは何ですかね。琵琶法師もあれヒヒヒでしたっけ、あの手応えありの人ですよね。む、手応えあり。わあ、さっきの観光バスの人たちですね、あれは。伊予の近く温泉あります、あります。父屋崎はまだ行ってなくて、これから行くかどうかですね。すいません、やだ、顔忘れちゃったんですか。おっと、おー、みんなの出てこられた。お、恐れずに携帯ガイドの人たちがいる通りですね。ちょっとアイス買ってきましょうか。恐れざ森のよもぎアイス、良薬は口に入れますとことわざあり。ちょっと自転車にこの機材を置いて、でアイス買ってきて、でこのカメラの前で食ってみせますから、私が食うさも見るがいいさ。よいしょ、うん、ゲート何時頃ですかね。まあ今日は行かないですけどね、もちろん。恐竜アイス、じゃあいただきます。なんか粘りとあとよもぎだかお線香だかのちょっと風味が入ってる、なんだろうこれ。とりあえずクリーム分がほとんど感じられなくて、さっぱりしてるというか、なんていうか、ブルーベリーよりもなんかよもぎか何かの風味が強いですね。あ、そう、ちなみにこれブルーベリー味です。なんていうか、あの恐山の味が確かにする、恐山風味です。
虫に、なんか虫が近づきましたね、今。姿勢が悪い。お待たせしました。ん、もわっとしてる。なんだろう。すごく恐れ山だった。ちょっと待ってください。思ったよりも恐れ山だったな。なんていうか、ちょっと線香風味があるんですよ。線香かよもぎかなんか、そっち系の。この崖から、それライオンがやるやつですよね。ライオンか。ん？もわっと。言ってる意味が、そうですか。じゃあ行きますか。美味しいのかって言われると、アイスとしての美味しさはそんなでもなかった。そんなでもなかったけど、すごく恐れ山です。ババヘラでもなくて、なんか甘さがかなり甘さが抑えてある感じですね。自転車一人だけみたいです。夕飯まあ間に合わないだろうな。タカさん、うん、なんかハーブというかよもぎだって、自分であれ療薬を口に逃がしとか書いてありましたよ。でも本当に恐れ山のアイスかって言われるとすごく納得する味なんで、話のネタとしてはかなりいいと思いますよ。向かない。いや、美味しいかどうかじゃなくて恐れ山かどうかですよね、問題は。こうやって見ると荷物のおかげすごいな、はあ、仕事掛け持ち、うん、ふう、さらば恐れ山プサンの、うん、朝のキャンプ地から、そうです、大間崎の、うん、荷物ちょっと重くなってる気がします。何か乗りましたか。恐ろしくはなかったけど、恐れ山がどういうところかよく分かった。初めて分かった。全く情報持ってなかったんで。うん、景色いいですよね。この中に魚住んでるってすごいな。こんなに硫黄の匂いがするのに。この辺りやっぱり硫黄の匂いが強いです。こっちに来ると。で、あそこになんか黒い粒々が見えるんですけど、あれ鳥ですね。カワウかなんかかな。影が信じてないです全然。うんうん、ツールド頭に風車、旗棒かよ。うん、
充実、夏休みですね今私は。なんかあれを結局あの橋渡らなかったです。太鼓橋っていうんですかね。ああ電波なくなるかも。まあ GoPro はそのまま撮り続けますから、あなた次第なのです。おう、あ、伊予の海、なんだっけ、なんとか噴出口の近くの生態系ってありますよね。ん ?5 人。あ、早速ダメか。まあ GoPro の方は撮り続けます。うん、綺麗な湖でしたね。うわー、硫黄がすごい匂い、臭い。うわー、ここら辺下からにじみ出てきてるんですよね。通常配信します？好きなものが登ってるなー。売店ありますね。あー、尺投げそう。こっちは普通の民宿っぽいですね。おにいし、おにいし。じゃあ通常配信してみますか。よっ、よっと。上配信へ。冷水4キロか。もう下り始めたところかな。上り40、50だから声は、あ、ゼロだ。声は少し行ったり行かなかったりかな。うん、本州最北のあと、元本州最北のはさっき行ってきました。大畑駅、維新よいしょ、登る。でもこれピークに17時に岩つかないか。なあ、痛え、足痛え。はあ、ハーフタイムですね。はあ、音声だけ。まあ、車内。食事場、今日の宿は B&B ムー。はあ、筋肉痛だと思います。普段平常にしてればなんともないんですけど、一気に負荷をかけると、負荷をかけた一瞬後にガーって痛くなります。あーって。変なマークってのは 雪だるまが×のマークじゃないですかね。冬季通行止めの。普段運動しないの、あんまりスポーツ興味なくて、自転車旅行以外のものは 100% 興味なし。うん、東京そのマークですよね、きっと。山の方に行ったら結構そのマークついてますよ。9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゴー。待ち時間最大4分は長いな。これ自転車だと向こうが青になってしまったりするんですよね。もう点滅始めてる。 12% かよ。そう、確かここの勾配がむちゃくちゃきつくて、もう全然電波ないんだな。うわー、これは確実に反対側から来るな。まあ自転車だから大丈夫だけど。よいしょ、よいしょ、
いてててててて。ふた。この。よいしょ。よいしょ。こんな信号が青の間に登れるか。うわあ、一番軽いギアにしてもこんだけ深くかかるときっつい。登るなぁ。さっきから目の前を小林みたいなのがぐる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 回ってる。あそこ GoPro のレンズの方にもたかってるかもしれない。なんでこれが片側通行なんだ。すごいな、ここは。容赦ねえ。ここからほぼ一直線だ。よっと、よいしょ。あ、ウィリーする。一瞬前輪が浮いた。
待ってくれたのか今の。アルゴードスター、ちょっとお茶、あーち、体熱っ。放送はもう終わったのかな。あと40秒か。よいしょ、とりあえずピークまで行こう。うわ、標高差あと 50m ぐらいのはず。この分だと5時から下るから持ち間に合うかな、もしかしたら。お、お
恐山入口か。霊場恐山って書いてありますね。今のところも 12% だったのか。で、峠はまだ少し先か。ああ、この先で出っ張り乗り越えてるとこがある。あ、電波つながったか。この辺りがピークかな。峠の名前が確かあったと思うんだけどな。あれ？違うか。どこが峠なんだ。うっ、やったったった。お、これか。あー、痛感。もう17時に。これはピークっぽいけど。どうなのかな。あ、ピークだ。じゃあ電波が入ってたら続きやるか。あー、ちちち。電波状況は、弱か。せめて注意になるまで待とう。
りあえず見晴らしが良くなったらもう一遍放送にチャレンジします。涼しい。そうだ、録画はできてるな。12%。まあ局所的なもんか。むつまで10キロ、10キロなら18時に着けるかな。その先だけど、宿はその先だけど、
すがにちょっと寒いかな。体の芯はまだ冷えてないけど表面が冷たい。こうやって調子よく下ってるとたまになんか忘れ物してきてたらもう戻れんなと思ってしまって荷物を確認するもんですよね。先が見えない。 11%。 あ、市街地見えた。よっと、ちょっと GoPro だと白黒で全然見えないと思う。白で見え、真っ白で見えないと思うんで、デジカメで、デジカメでまた戻ってるな。よし、じゃあこの辺で放送やってみるか。おお、海。おお、見える。あ、バッテリーやばい。よし。PC のバッテリーの氷は45% か。一枠いけるな。確かにバッテリーはあった。スタートしよう。それじゃないし、あれ今寝てたかな。お、電波良さそう。恐れました。よっと。
よし、通信速度は来ておりました。通信速度よろしくないな。あ、来た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 。よーし、見づらいですけど見づらいですけど、ここに海と市街地が見えてます。ここのとこに、わかります？見えますか？ここのところで市街地が見えてきたんで、そろそろ電波復活したかなと思って撮ってみました。バッテリーは PC バッテリー 45% なので、見える見えないどっちだよ。海見えます？市街地は見えないか。あ、確かに市街地ってほど白い家たくさん見えてないな。でちょっと待ってください、デジカメのバッテリーがやばいんで今交換して復活しました。そう、むつ市ですね、下北駅があるむつ市と、あ、曇ってる。ちょっと待ってください、レンズ汚れたかな。こんにちは。こんなもんでいかがでしょう。スリザー過ぎました。おう、変わりましたかね、これで。まあこれ以上どうしようもないんでこれでいきます。なんかやかましいの来た。変わってます。そんなに急いで恐れ座に向かってる。恐れ座に向かう斜めナンバー、あ、ちょっと早すぎて見えませんでしたっていうか振り返って見てない。今日は民宿というか、あのベッド&ブレックファストって形式の、まあ素泊まり宿ですね。朝食だけ出ます。 B&B はどこ発祥なんですかね。42足に、もしかしたらこれ18時に宿に間に合うんじゃないかな。絶対もう間に合わないと思ってたけど、この標高差を使えば相当飛ばせるから、まあ、あ、もう切れたか。まあ、飛ばすっても急いだらまた事故の危険性上がるからな。でも普通に行ったってだいぶスピードは出る。あそこだけか、開けてたとこだけか。一刻も。Yes, B&B。まあ、ところどころ電波来るとこあると思います。寒っ。あ、開けてきた。また電波来るんじゃないかな。話が、通常発信ですか。ちょい待ち、確かこの分帰直進かな。おお、なんだこれは。4号線の方、そうです、そうですって。あ、このバッテリーも死んでる。で、視界のバッテリーこっちも死んでる。ダメだ、じゃあちょっとでも残ってる方を使っとこう。これでもダメだったらもう蓋、後ろのバッグ開けて交換かな。あー、もう通り過ぎたな。いや、スピア崎まで39。あ、通常発信しとくか、ついでに。こっちを止めて、はい、って言った途端に上りが上がったな。まあいいや、通常配信で行きます。
これで来ましたよね。今200、300まで上がったの見えた。いらっしゃいませ。尻屋崎まで39キロ、ヒバの埋没林。あれ、埋没林はこの間見たのは三瓶山のとこだったから島根県か。こんにちは。あ、まだ厳しい。ご主人サイクリスト行ってない。よし、4号線通ってます。イギリスですか。音声。尻屋崎は明日行きたいんですけどね、天気はどうかな。で、今日の夕飯は夕食ツアー、18時に宿に着ければ夕食ツアーに参加できます。夕食ツアーってどこ行くんだろうな。18時に B&B の MUU と書いてムー。こっからの距離どんだけあるかまだ正確にはチェックできてません。確か6つ市からちょっと地図で右の方に行ったあたりというはしご店を、ツアーってそういうことか。どうなんですかね。あとそういうのはなんか斡旋みたいな形で店からなんかバッグがあったりするんじゃないですか。今わざとそういうこと言ってますけど。そういや前あのシャリの徒歩宿で連れてってもらった夕食も一緒に、多分そうですね。そう、夕食ツアー初めて聞いた。18時厳しいかな。恐れ山。あ、明日晴れですか。あ、じゃあ尻屋崎行けるな。ありがとうございます。尻屋崎行ってまっすぐ戻ってくるか太平洋側に抜けるかやらなかったり、多分そうですね。まあ一人でも行ったらオーナーさんとその人とで一緒に食いに行くんじゃないですかね。あと多分風呂も込みで。近所だったらこっちは自転車だからどこでも行き、あの車で送ってもらわなくても行けるんですよね。立山の里、なんだろう今のは。長坂のどんな人。いや、宿泊者だったら大体 B&B だったらどうだろうな。そういう旅行先で他の人といろいろやり取りするのが好きな人だったらほぼ参加すると思いますが、何料理、畑料理。今結構なスピードで下ってます。あ、何言ってるか。じゃあ細かい単語で意味が分かるように通せばいいのかな。キックバック、お土産。あ、観光バスお土産、観光バスお土産。お、私沖縄行った時は観光バスでお土産屋さん回ってばかりでした。立山の里はなんか別荘みたいな感じでしたね。別荘みたいな感じでした。別荘地みたいな。あ、平たくなった。標高50だからもうそろそろ終わりかな、下りは。よっと、と。あ、さっきのですね、いででででで、あだだだだだ、さっきの恐れ山の霊場からの最後の登りはひどかった。 11% 12% がずっと続いてましたよ。ギア一番低くしても足が痛い。だから GoPro 動画的にはかなりひどい母で。ああ、電波エリアの縁。ああ、ヘビ死んでた。
あ、赤川駅前。あ、そうですね、確かそういう名前の駅だったと思う。あ、キャタピラ車、すげえ。いててさっきの断片的だな、すごい。あ、音声来た。今ですね、民家か分かんないですけど、ガレージのとこにかっこいい車が、ナンバーついてないからこれ今動かせないのかな。戦車のキャタピラーみたいなのが。あ、今ここはどうかな、今ここは。あ、ジープ行った、見えた、ジープのキャタピラ付きみたいなやつ。じゃあ今ここはちょっと起動。おう、こんにちは。見えてないよ、どっから吠えてんだよ。あれか、違うな、あれ動いてないな、どっから吠えてんだよ、見えてないじゃないか。トヘ、ああ、いや、ハーフトラックじゃなくて、あの全起動でしたよ。ハーフトラックっていうのはあれですよね、前半分が車輪で後ろ半分キャタピラーというか無限起動のやつですよね、履帯のやつですよね。久々に笑った。とりあえず市街地に出てからムーンの方向を確認しよう。うん、雪中車、まあやらか選手も似たような形かな。あ、来ました、切れてたか。今はそういうところにいます、そういうところ。この辺なんかちょっと別荘地っぽいですよ、見た目。標高そんな高くないけど、はあ、はあ、迫ってる。あ、八木さん、あのキャタピラー車、ジープの車、幅広のジープの車体とキャタピラ組み合わせたような車がいました。自宅のログハウスの空き部屋。ああ、そうそう、ログハウスですよね、今日のムーって。ガンタンク、高度今57メートルと出てます。うん、多分雪の上のやつですね。逆に雪が降らないとあれ路面痛めるから走らせちゃいけないとかあるんじゃないかな。雪上車ですかね。でもあんなごっついの初めて見た。ホテル、ホテル請求層休憩宿泊、そういうホテルなのかな。あの奥にあるのか。なんか林道みたいなのの奥に何も見えなかったんですけど、向こうにそういうホテルがあるらしい。まあ逆に言うと、あの人に見られないってことですよね。ロボハウス、グログハウス。で多分この枠内には宿にはつかないですけど、バッテリーが、でもやあ、バッテリーあるだけやっとくか。あ、復活した、ゴムキャタ。あれゴムだったかな、ちょっと金属に見えたけどな。囲碁会館、夕食ツアー、楽天の、へえ、乗ってるんだ。じゃあやっぱ間に合わせないとな。あと35分。ん、ウォーキング。ああ、いや、今のは何だろうな、何かを採取してる人か作業やってる人かに見えたけど、赤川駅まであと何キロだろう。ちょっと市街地に出たら調べます。ぬるぬる、通常配信でぬるぬるっていうと相当電波いいですね。もうだいたい市街地に出てきたかな。向こうに建物見える。いや、もう少しだ。だいぶ降りてきましたね。
うん、あとは下りだけのはずです。これで50メートル級の上りが1個でもあったらかなり死にます。仕事のこと、いや何にも、そういや今日金曜日なんですよね。だから今日過ぎてしまえばそれ以上仕事がたまることはない。まだ、いや途中なんかゴロゴロ転げ落ちてました。カーブのたびに、カーブのたびにポーンと飛ばされてました。時間がないので、まあ次枠取るぐらいはやろうと思うんですけど、次枠で電池切れると思います。ちょっと仕事を結構、メールはシャレならないぐらい溜まってると思います。で3キロ、あーじゃあもうほぼ確実に間に合いますね。ギリギリだ。1日、そうですね、途中で配信しなかった時間が数時間あったんでちょうどぐらいでしたね。陸奥矢立温泉、5キロで、そうです、あ、え、3キロじゃなかったですか今。ギリギリ復帰、まあ10日も9日も一緒ではあるんですけど、まあどうなってるかな。とりあえず緊急連絡は来ませんでしたですが、500通か、500通は言ってないかな。どうかな。つながるといいですよね。窓際とウィンドウサイドピープル、配信が、なんすかそのフリー、何か50件、恐れずの配信、すれ違いになったかな。ニコ生でやってるんですかね。車の人かな。自転車の放送やってる人で知ってる人の中で今こっちに来てる人は多分いないと思う。亡くなったりして、軽く言うな。あ、メールは外から読めないです、私は今。そういう、あの、英語で。100件ぐらい来ることありますね。うん、いや仕事も本当に忘れちゃって困るくらいです。一件だけあの仕事は帰ったらすぐやることになっていて、あ、そうだ、あれもやんなきゃいけないかな。そう、セキュリティは本当に厳しいですよ。市街地に大体来たのかな。ちょっとそろそろムーンの場所調べとこう。現在地を表示して、検索で MUU、 ムーンのことでしょうか。はい、どこに行くつもりだ。あ、でもこのシリちゃん iPhone4 なのでダメです。 4S じゃないんです。とりあえずまっすぐでいいな。まだずっと直進ですね。確かあの海沿いのあの道が三角形、細長い三角形になっているのの中あたりだったはず。ああ SD カードとかメディアですね。私も SD カードのカードリーダーとかをメディア入れた状態でつなごうもんならコンピューターが大爆発。しばらく車多いですね、ここから先は。あ、私もそうですね、自分のパソコンは基本的にダメですね。スマホとかがなんかもうずっと見過ごされてるような感じじゃないのかな。まあ、スマホはまだあのメディア読めないからいいけど、 PDA なんかはずっと抜け穴になってましたね。抜け穴っていうか、あの原則的なことを考えると、あ、赤がありがとうございます。原則的なことを考えると石油支店、何それ、世代、あ、
2世代旧型で言ってた、私が言われてたのは iPhone の話か。今はやっと分かった、やっと分かったっていうか、なんていうか、そういうことだったのか。2キロ直進了解です。前のあの車 ごついですね。すいません、本当にでもそうですよ。さっきからブツ出して、ガミラスに下品な男は不要。結構自転車乗りながら用を足すというネタは本当にずっと続くな。息が長いですね。相当、今相当っていうと、なんかあのあっちの方、小泉動員一郎の方思い出すな。平等、あ、平等、そうそう、バイド、バイド、平等、Bring your own device、知的デバイスのビジネス利用かな、ビジネス利用でいいんだっけ。夜限定。今なんかハヤブサタクス、ハヤブサ車がいましたけど、何ですかね今の。ハヤブサの、ハヤブサをデカデカと貼り付けた車が走ってましたけど、うん、荷物から来ました。ん、夕立、ああ、排便ですね。この排便好きが、うん、サッカー、ああ、でもスポーツ選手とか、あの特殊な事情があったら、なんかそういうのあるかもしれないですね。うん、青が重い。今日は赤川駅の近くまで。そういうの話にひでえ。競泳選手、なるほど。都会になったな。大間崎からの工程を考えると、そう、孫は間に合いそうですよ。あ、あれは、あ、違う、あれ吉田屋じゃないか。得な。いや、ああ、夕方の色になってきましたね。うん、塩素で。ああ、この辺り歩道走るのなんか卑怯だな。この辺りは人も歩いてくるし、自転車 OK って書いてないし、微妙。888は、うん、軽自動車ばっかりよく言われます。軽自動車が多いというのと、駐車場広い、コンビニの駐車場広いってのはよく言われます。そんなになんか、あ、そっか、都心の方に住んでる人が多い、多くて、その分見てる人も多いからかな。例えばほら、そこの駐車場とか、あ、でもそうか、コンビニ比較じゃないとわからんか。コンビニの駐車場が広いかどうかっていうことですよね。うん、それじゃあ道からしたらそうですかね。どうかな、国際工業グループ、そしてもそうですかね。ああ、取り回しとか駐車場とか、あ、新車、そうですね。むつしないです。うん。恐山は出稼ぎ場所としてはどうだろうな。うん、もう少しです。飯はツアー任せ。飯はツアーに身を任せて、何を食わされるやら。なんか評判いいらしいですよ。うん、あのログハウスみたいな建物です。恐れ山は最初見たときあれと思ったんですけど、やっぱり中歩いてみたらイメージ通りの、あの恐れ山でした。イタコさんがいなかっただけで。ん、いや、ツアーは分かんないです。禁煙しまった。
いや私吸わないです。ん、自転車、あ、恐れ山自転車置いてぐるっと回りました。本格マグロ、あのマグロがなんか予想ほど、うわこのマグロうまいって感じじゃなかったのがやっぱり私には分からんかったな。っていうか某場所で食べたあのマグロなんであんなうまかったんだろう。単に私自分の好みに合ってたってだけなのかな。ツアーは夕食を食べに行くツアーです。宿でそういうのやってるのは私は初めてです。ん、当たり外れ、このマグロ、まあそれはそれで比較できますね。まあ昨日私は大間で大間マグロの本場の大間マグロを食ってきたばっかりなんですけど、まあちょっとこちらで試してみますかとか言って偉そうな感じで、でも本当にあの現場で、まあスーパーのとはいえ大間マグロ食いましたから、これから私大間マグロのことを語ってもいいですよね。味はいきなり切れた、どうした。ポタファイがまた落ちたかな。熱で落ちるような気温じゃないんだけど、お、カヌー、あ、カヌーいっぱいいる。よし、あっちの方でやるか。あ、つながった。再接続に成功した。今映像と音来ましたかね。今 一瞬ログアウトしました。電池切れ、いや、あ、そっか、スタートボタン、放送開始ボタン押さなきゃダメなんだっけ。よっと、またシャンブンで、あー絵になるな。ちょっと写真先に撮ってから、よいしょ、よいしょ、電池 21% か。これで今行きましたよね。ここにあのカヌーが4艘います。いや違う、6艘います。カヌーまだ電池は 20% あります。次悪まで入って途中で切れる感じかな。いや、なんかいきなりログアウトして理由がわからないです。後にして、鶴見川っぽいな。確かに鶴見川じゃない、鶴見川にちょっと似てる。ほら来た来た、ん、規制かな。おー早い、しかもあれ女性だ。ナンバーワンでしたね。今の若い女性2人がやってましたよ。カヤックかな、カヤックかも。細いやつはカヤックってイメージが。待っていてください。まさかリレーがあった。また来た、あれも女性だ。あー車渡んねー、渡れねー。何これ、ユーコン全然ダメだな。そう、女性と、あ、次逆か。じゃあ向こうに渡ってから次逆取ります。渡りたいんですよ。すごい、そうかもしれない。よし、切れた。よし、じゃあさっと次役取ってFMLEするか。
とは鳥取。再利用。よりも PC のバッテリーが先切れるかな。うち関係ない。うち当たりました。今ここでわかるかな、そこまで。よし、転送速度は OK。 じゃあ行きますよ。渡れました。お、向こうの方が恐れ山ですね。ああ、電柱邪魔だけど。おお。で、あの出っ張ってピッとなってるのがさっきあのレーダーが見えたところ。いや、綺麗ですね。てか、あと20分か。夕食さ、ギリギリだよ。てか、あの、宿探す場所を手間取った、あ、宿の場所探すのに手間取ったら、ちょっとやばいな。久しぶりの人もいらっしゃいませ。赤川駅の近くですよね。渡りの、いや、渡りました。車がドア開けたりしませんように。でも、こういうするにきゃやるべきじゃないかな。また旅の悩み。北クラッシュ。どこ向かってるの？ムー。ムーに向かってます。ご存知ですよね、ムー。すり抜け、ムー。お、いらっしゃいませ。あ、GPS がハングしてる。 GPS が止まる。 GPS ログ取れないのだけは嫌なんだ。なんて名前。 B&B ムー、 MUU でムー。ちなみにオーナーさんはハングしますね。どっから止まってたこれ。オーナーさんの名前はムーパパさんです。電池を抜いて強制再起動。ムー、そう、ムーパパ。私もムーミンパパだと思いました。うん、ロガハスみたいな。なんか地図がいつまで経っても山の中だなと思ったよ。どこの山の中だよと思ったら。貴重というか、あの、日航機事故の話はこの間ブドウ峠下ったところに泊まって、ものすごくあの生々しい話を聞かされたんで、急に身近に感じるようになりました。密航機事故、まだ GPS が搭載されてない頃。裏道、あ、ですか。30分枠、ミスタカ、オスタカかな。宿どこ。5分前に着けばセーフだよな。星さん、ん？止まった？そう、ログハウスっぽい建物です。しかし待て。ブラックボックスの記録。あの生々しい声が。あ、福園が了解です。ありがとうございます。あ、赤川駅見えましたね。ちょっと歩道入って、保育園。間に合う。そう、迷惑なんで
に渡って並木保育園ありがとうございます。あー点滅、うん、かなり遠征です。砂利道、砂利道、よっと、こっから右行って保育園ですね。保育園最終日は17日月曜日です。むつ、すいません、いつもあのナビしなくていいから自分で調べますからって言ってますけど、なんかギリギリっぽいので、あのナビられるままに進みます。あ、駅はどこだ、八戸、八戸までは多分行かないかな、天気とその時の足次第ですけど。あなたの彩りが何、保育園、保育園ある、あ、いや、いやというかそのポリシーとして、あ、保育園、その自力で旅してるんですよっていうのをアピールしたいっていうのがあって、ここですね、これ左、うん、左折了解です。ログハウス、ログハウス、48分、ログハウスどこだ、え、じゃ、砂利道、今砂利道あった、ん、どこだどこだ、ん、砂利道、ちょっとこの辺どっかから入るんですよね、案内あるのかもしれないけど一応 見てみよう。B&B で検索して出ないかな。おっと、カチカチペダルかどっかが鳴ってるみたいです。いつも鳴ってるんで気にしてなかったですが、あった B&B ムー、今これ線路沿いで、あれ、あった、スペシャルコープのまだ先だな、ギリギリですね、5分前だ本当に。今こ逆光戻ってる、何の話、スペシャルコープっていうのが前方にあるっぽい。 URL、そこが行き止まりっぽくなってて、それを道なりに左に行って左前方のあの辺りのブロックにあるはず。この辺りにあるはず、うん、突き当たりました、犬白いこっち見てる、うん、突き当たりまで行って、あ、あった、砂利道取りすぎた、よっと、ムーパパー、いや、まだ先だな、もう少し行ったところから右に入るとある、ナスラインにどんだけ戻るんだ、砂利道来た、あ、ラグが、回線細くなったかな、この辺りのはず、ギリギリ組んでございます、この辺りだ、あ、いや多分行き過ぎてないと思いますよ、あ、どれ、
この辺、これか違うか。タイムオーバー、いや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 、どれだ電話。そうですね、あ、ん、ヒバログハウス、違うか。これ回り込んだとこじゃないか。じゃあここでは、あれあれあれ、どこどこ、どれどれ、これログハウスっぽいけど、歩いて多分、え、今ここでですよね。これじゃないのかな。ちょっとこのブロック、このブロックのその家に入る方法がわからない。どれ？ついてますよね。うん、パパ。どっから入るんだこれ。どっから入ればいいんですかこれ。入り口ないよこのブロック。いや、もう今から電話します、はあ、砂利道は今下砂利道なんですけどね。これかな。ちょっと電話しよう。あ、すいません、今日一人でお願いしてる吉川ですけども、あ、え、見えます、あのヒバログプランニングと書いてあるこちらですよね。はい、あ、わかりました。はい、ここだった。あれ、写真こんなんだったっけ。よし、じゃあ到着ってことで、あ、一応写真撮っとこう。うん、杉谷崎には行きたいです。いや、ここでした。もう中から 見られてました。うん、ラグがすごいな。よいしょ、そう、ヒバログホーム、あ、ビバログ、おっとっとっと、スペシャルコープ、よし、じゃあ通常配信にしてから。いや、もうついてます。よっと、ついてます。あ、まだ行ってないか。これで行ったかな。よし、ついてます。民家に電話したら、今玄関に来た人ですよねって見られてました。というわけで、ここで、で、またリロード、リロードしてください。リロード、リロードしてください。ついてます、ついてます。この通り、あの、電話したら、今玄関に見えた人ですよねって言われて、もう中から見られてました。ぐるぐる回ってる間にギリギリついた。じゃあこれから夕食ツアーに行ってきますんで、ありがとうございました、名乗りました。じゃあ夕食ツアーの様子はツイッターとかで流しますんで、ありがとうございました。それじゃあ、お洋服はまだ。さよなら。これです。写真と違いましたね。じゃあ。
よし、じゃあ GoPro もあります。録画できたとね。よし、ありがとうございます。した。